1着おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。さあまずは初日1着となりました。振り返ってレースいかがでしょう。はい、スタートいけたのが良かったと思います。どうですか、6周長かったですか。今ダッシュで来たんでマスクがめちゃくちゃ苦しいです。いや、ありがとうございます。すみません。それではここからは VTR を見ながら鎌本さんとお話しください。はい、スタートまでは3秒前、はい、ダイヤモンド選手おめでとうございます。はい、ありがとうございます。いいスタート切れましたね。そうですね、もう1枠ということでちょっとやっぱりプレッシャーありましたか。はい、ありました。まあ、そうね、少しちょっとまだ合ってないですか、新走路と。新走路本当苦手なんですけど、まあ、前回来た時よりはまだ普通に乗れる感じはしたので、スタート行って粘りたいなとは思ってました。はい、まあね、もう上積みもちろん必要だと思いますが、はい、まあ、乗り心地ですか、やっぱり悪いところは全体的に。そうですね、とにかく、まあ、タイヤ滑走路がいいのか、やっぱり立ち上がりはすごい良かったので、はい、あとはコーナーのスピードがやっぱり足りないですかね。流れ込みがないとか。そうですね、やっぱりそこがまだなんか気持ち悪い感じがして、思いっきり乗れてない、思いっきり突っ込めないような、はい、思いっきり突っ込めてないんで、なんか立ち上がりで、カバーしてる感じでしたね。タイヤとかはどうですか。はい、タイヤはいいと思います。まあ、結構みんな低いタイヤでも使えるってやっぱり言ってるので、はい、大丈夫だと思います。いいやつだよ、もう低めのやつでも。まあ、今日のも全然最後まで、滑る感じなかったんで、はい、また使えると思います。まあ、スタートの方はね、何か問題なさそうなので、はい、ね、エンジン上積みをして。そうですね、もうちょっとやっていきたいと思います。残り4日間、はい、頑張ってください。ありがとうございます。最終レースダイヤモンドステージは佐藤真彩選手が1着ゴールを飾っています。払い戻し金はご覧の通りです。それでは佐藤真彩選手、はい、最後ファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、明日も1着取れるように一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。佐藤真彩選手1着おめでとうございました。ありがとうございました。